本日は最強のドライバーの紹介です。はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズでございます。皆様もですね、やたらと男であれば分解癖あるとは思うんですけども、いやいや、ありますよ。あなたにもあるはずなんでございます。やっぱ男だったらね、なんかね、その中身を覗いてみたい。こうさ、なんか何でも小さい頃やったでしょ、ミニ四駆でも何でもさ。ただですね、その時に必要になるのがドライバーでございます。まあそこでですね、以前これ超コスパ最高のさ、あのドライバーセットちょっとご紹介いたしましたけども、まあこれはこれでね、あのすごくいいものなんでございますよ。ただですね、最近はこの最強のドライバーというものが存在するらしい。まあ値段もですね、なかなかね、ドライバーにしては最強の部類には入るんですけども、すごくロマンに溢れてるらしいんでございます。というわけで、では早速見ていきましょう。いや、どんなんだろうね。下の方にね、購入ページリンクつけておきますけども、あの評価がね、すっごぶるいんですよ。これか。チュンチュンチュン。さあ、では早速見ていきましょう。はい、今回購入いたしましたが、なんで言うんだろう、これベラベラ、絶対違うよな。なんか説明見てもよくわかんないので、とりあえず開封でございますね。ていうかね、あのドライバーでさ、あのこの梱包ってすごくないね。なんか iPhone ケースみたいだよ。何これ、こんなケースついてくるのこれ。ではね、ドライバー早速見ていきましょう。出てまいりました。あなたが最強のドライバーさんでございますか。先っちょが、あれ、なんか別に俺買わないといけなかった。なるほど。なんかボタンが押せるんだけど、これきましたわ。ほんでね、今触りながら、なんとなく分かった、これ。なるほどね。ここにビットがね、隠れておりまして、まあ、こう見ると分かりますね。まあ、プラスドライバーもちろんなんだけども、いろんな大きさに分かれてるの、これ一番こっついやつだね。ほんで、中小みたいな感じでありまして、ほんで次、マイナスドライバーの方もですね、こんな感じで様々なサイズがね、入っております。な、ちょっとね、一個、これあたり使いやすそうだな。びっくりしたー。これ伸びんの？なるほど。これを押し込むと、こう短くなって、ほんで、ここやっと伸びる。あ、素晴らしいね。ほんで、これもなんかロック機能付きなのかな？一回はめると、抜けないけど、あ、こうやって取り外すことができるんだ。あ、すごいわ、これ。やばい。なんか早速使いたくなってきた。ちなみになんだけど、今回のは標準的なドライバーになるので、ビットさえ買えばね、なんとかなるかもしれませんが、こういうね、特殊ネジの方は、分解できません。ただこれパソコンとかの組み立てに使うんだろうな、多分な。っていうか、書き込みでね、そういった系統の人がね、すごい多かったわけでございますよ。なんでですね、ちょっとケースの分解の方行ってみたいと思うんですけど、まあ、いつもこれ手でやってるけどさ、無駄にドライバー使っていってみましょう。わー。これ、きっかり感がいいのかもしんないな、これ。いいね。逆に締めるのも、あ、気持ちがいい。ただ、あえて一つ言うならね、ここら辺がちょっとゴムっぽさがないからね、この、グリップっていう点では、ちょっとがね、いまいちかもしれませんね。ただ、なんか意味があるのかもしれませんけどね。ちょっとプラ感が強いんだよな、ここな。まあ、いや、ちょっと内部の方見ていきましょうかね、これ。ガチャリンコとね、ガチャリンコ。そんで、こういったところでもどうだろう。ここの、マザボの固定のね、付け外し。多分、マグネット入ってんじゃねえのかな。わーん。いいね。サイズもきっかりしててね、この、マグネットのね、吸い付きもいい感じだわ。あ、これでね、多分ね、付けるときはこうやって、ほんで逆にね、取り付けれていくといった感じなんでございましょう。長さもいい感じな。まあ、ただ一つ、あえて言うなら、なかなかこういうことはないけど、ここ、先っちょの方がね、ちょっと太ってるからね、それでね、入らない箇所が、ものによっては出てくるかもしれませんが、それさえなければね、かっちりしたドライバーなんで、まあ、使えるは使えるんでございましょうね。はい、とまあですね、こんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、なかなかですね、立派なお値段のドライバーということで、ちょっとね、興味あって買ってみたんですけども、まあ、確かにですね、こんだけ、これだけのね、汎用性の高さはないんですけども、ちゃんとしたですね、プラスドライバー、マイナスドライバーの使い方としてはですね、最強のドライバーかとは思います。ただちょっとここら辺グリップ
ップがね弱いなっていう感じはあるので、個人的にはねここラバーテープだっけな、なんかそういったものだけね巻いて使おうかなと考えております。今回こちらですね商品購入ページにつきました下の概要欄の方に貼り付けておきますので、もしよかったら見てみてください。ほんでねこっちの方もね一応リンクの方貼り付けておきます。以上最強のドライバーのご紹介でございました。